皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。不思議なことには裏がある、真実があるということで、いろんな不思議な話の解説をいたしております。今日の不思議はですね、アメリカの大統領選で、バイデン、大統領はキャンディデート候補、大統領候補を名乗っているわけですね。今バイデン大統領、それから副大統領はカマラ・ハリスという女性の副大統領。このまま何もなければですね、8月の19日の民主党大会で、この二人が指名を受けるという、こういうことになってるわけです。ところがご存知の通り、6月の27日に、CNN で行われたバイデン、トランプのテレビ討論で、まあ、みんな、有権者、国民はこの画像を見てるわけですから、見てる限りですね、まあいろいろ問題があって、前々から司法省だとかいろいろなことが言われてまして、それがですね、実際にその現れてしまったということで、このディベートが終わった後ですね、聞いたリスナーの人から調査をしたわけなんですが、 72% でしたかね、がバイデン大統領は次期大統領としてふさわしくないということなんですよ。もうこれはちょっとバイデン大統領ショックだと思うんですが、それからですね、もう一つ大きいのは、最近ですね、2、3日前だったと思いますが、元下院議長をやられていたペロシさんという、下院議長を辞めて、政界からこの引退されてるわけなんですが、この方はですね、ものすごい今でもこの民主党に大きな影響力を持つ方なんですよ。というのは、ペロシさんが下院議長になられた時、ペロシさんを支持する議員はものすごい数が多いんですね。そして選挙なんかになるとですね、ペロシさんはいろいろその議員さんが立候補しているところに行って応援演説をやったりですね、それはいいんですけども、いろいろ資金援助をしているわけなんですよ。ね、で、ペロシさんというのは政治家としては、アメリカの政治家としてはおそらくナンバーワンでしょうね。最高のこの投資家なんですよ。株とか不動産とかですね、いろいろその投資をいろいろやってみんな成功してですね、とてつもないその資産を持ってらっしゃる方なんですよ。だから お金持ちですから、ペロシさんを支持してる人はに対してはペロシさんがいろいろ面倒を見るわけですよ。それで思い出されるのは日本の派閥ですけども、派閥の長はですね、その派閥に属している議員のいろいろ面倒を見ると、面倒を見るっていうのは選挙の時とかそういう時にですね、それなりの資金をこの援助するということでですね、ある意味では繋がってるわけですよ。考え方が同じだということで繋がってることになってるんですが、やはり金でも繋がってるということなんですよ。アメリカでも同じでですね、やっぱり金が物を言うわけですから、ペロシさんの影響力っていうのは今でも絶大なんですよ。そのペロシさんがですね、テレビインタビューでどうしてもはっきりとバイデン支持ということを言わなかったんですね。質問する記者の方はですね、なんとかバイデン支持とか支持をしないとかいうところをこの引き出そうと思って、あれやこれやこう言うんですけども、なかなかそれに応じなくて、結局これはもうバイデンさんご自身が決めることだと、まあ当たり前なんですが、ただそこでですね、さすがに僕はインタビューのずっと私後から聞いたんですけども、アメリカ人だったら、日本人ではあれちょっと英語を言ったのはそのまま翻訳すると、今言ったようにご本人が決めることだっていうことになって、当たり前だっていうことになるんですが、ちょっとニュアンスが違うんですね。どういうことかっていうと、それはバイデンさんが決めるんだっていうことをですね、上手に、ね、バイデンさんがステップアウトするのはバイデンさんが決めることだと。私が決めることではない。まあもちろん、ペロシさんが決めることじゃないんですが、と言わんばかりのニュアンスのことを言ってるんですよ。だこれやっぱアメリカ人はですね、アメリカ人の言うニュアンスっていうのはわかりますから、直訳したってわからないですけども、ニュアンスっていうのがあるんですよ。それがですね、やっぱり見てるその有権者っていうのはわかるじゃないですか。これでもうすっかりですね、ペロシさんはバイデン支持ではないっていうことになっちゃったんですよ。ね、そうしたら途端にですね、ペロシさんの参加とは言いませんが、ペロシさんの影響力を受けてる議員さんたちがですね、もうどんどんとですね、公然とバイデン大統領不適切ということを言い始めたんですよ。これがどんどん今広まってるんですね。で、それを一番よく知ってるのはバイデンさんなんですが、バイデン大統領なんですが、一向にですね、ドロップアウトする気配がなくて、ますますですね、この自分はトランプと戦って勝つって一点張りなんですよ。うん、で、不思議っていうのはこうなんですよ。
このバイデン大統領っていうのはまともな政治家ですから、いい政治家悪い政治家は別として、まあまあとにかく50年も政治家やってるんですから、政治家なんですよ、本当の。ね、本当の政治家っていうのは、心に一つ、何か心に決めて、それをやろうという時ですね。それをすぐあからさまに言う場合はほとんどないんですよ。うん、つまり、バイデン大統領は8月19日にドロップアウトしようという固い決意をしてると私は見てるんですよ。ね、だからこそ、やめないやめないやめないと。ここまで世論がそのやめろと言ってるのに、なぜあなたはそのやめること考えもしないんですかって、ここなんですよ。考えもしない、そういう素振りを見せないんですよね。でこれ見せてしまったらもう混乱するってことはもう分かってるわけですから。だから自分がこうやって頑張ってる間にトランプに勝てるコンビネーションの準備を早くしろって言ってるわけなんですよ。確かにその通りですよ。見えないところで準備は進んでますよね。だこういうところは阿吽の呼吸か秘密にあって決めたことかどうかわかりませんが、そういう政治ってのはそういうもんなんです。だからギリギリまでバイデンは俺がやる俺がやるでこう言って、その間にですねトランプに勝てるコンビネーション、今考えられていることはですね、バイデン大統領が大統領候補でヒラリー・クリントンが副大統領候補っていう、こういうコンビネーションですよ。これなら勝つ可能性があるんですが、勝つという保証はないですね。というのはですね、もしそうなった場合、もしそういうコンビネーションになった場合、ヒラリー・クリントン大統領はちょっとしたスキャンダルを起こされるでしょうね。まあそれは私もよくわかってるんですよ。というのはですね、ちょっと複雑な話になりますが、ヒラリーとトランプが大統領選で戦ってる時ですね、トランプがヒラリーを不利にするためにプーチン大統領に頼んで、ロシアのハッカーでこのヒラリーさんの、ヒラリー・クリントンの秘密情報を盗んだと。ね。で、それはどういうことかというと、大統領指名を受ける。民主党で大統領の候補の指名を受けるとき、サンダーさんという、バーニー・サンダーというお年寄りなんですけどね、の候補が出て非常に強かったんですよ。だからそれをこの抑えるためのいろいろな工作、これがこのヒラリー・クリントンの個人情報なんです。それがですね、ウィキリークスっていうですね、いろいろなことを暴露するプラットフォームがあるんですけども、そこへ出たんですね。だから、これはもうトランプの仕業だっていうことになって、トランプは、まあ、正直なところ何も知らないんですけども、イギリスの諜報機関がですね、トランプがこうこうこういうこと、こういうことをやったっていう報告書があるわけなんですよ。そうするとトランプがやってないって言ったって、イギリスのこの国家の情報機関の報告書の方が信用されますよ。それで結局これが、その、ロシアゲートっていうことになって、トランプはとうとう弾劾裁判を受ける羽目になるわけですよ。まあトランプにしてみるともうとんでもない話だということなんですが、どんな話であろうとやはり世間が信じる方が嘘であろうと真実になるという、まあそういうことが実はあったんですよね。でそれのことを一番よく知ってるのはトランプ政権の時にですね、国家安全保障特別補佐官、大統領補佐官をやったマイケル・フリンさんという方の、この方がもう全ての真実を知ってるわけなんです。で実はこのフリンさんと、マイケル・フリンさんと今月の28日、ワシントンで私対談お会いすることになってるんですよ。で、まあこんなことは言ってはどうかと思いますが、ちょっとだけ申し上げておきますと、ヒラリー・クリントンが副大統領候補で指名される可能性が高いわけですね。そうしたらこれもしスキャンダルが出ればバイデン・ヒラリー・クリントンコンビはこれダメですよ。ね、なければ善戦するかもしれませんね。うん。でお会いするのはですね、このウィキリークスの創始者がジュリアン・アサジンさんという人なんですが、ずっと口止めじゃありませんけども、大統領選の間はですね、クリントン、トランプ、大統領選の時は、身柄が拘束されましてね、イギリスで身柄が拘束されていたために何も言えない立場になったんです。で、そのクリントンさんの情報をウィキリークスに提供した人がいるんですよ。それはもうこの世にいないんですよ。だから、真実知ってるのはこのジュリアン・アサジンさんだけなんですよ。ね。だけど、これイギリスの監獄にずっと入ってるんですから、これもう何も言えませんよね。それが突然6月の24日に釈放されたんです。でしかもこのアサジンさんとアメリカの司法取引ですよ、アメリカの司法局と取引をして、それで釈放されたんですよね。だからこの取引はもう間違いなくこのロシアゲートに関することだと私は想像してますね。ずっとイギリスの監獄に何年も何年もいるわけいかない、出てくるけども一切そのリークしてはならないということじゃないんですかね。まあ私想像ですけどね、そういうことで出てきてるんですよね。まあ私じゃなくてフリンさんも知ってますよ。だから言わせる必要はないんですよ。そんなことはもう皆さん
言うとあれだと思いますが、まあ、要するにそういうことがあるっていうことですよ。そうするとですね、朝陣さんが、ウィキリークスの朝陣さんがどんな証言をしようとしなかろうと、証言はおそらく取引だからしないですよ。ね。だからしなきゃいいんですよ。しなくても火のないところには煙がないというようなことがある。その辺のところをですね、このフリンさんと私はですね、28日にいろいろ話することになってんですよ。まあ余計なことを言いましたけども、なんか面白い話だなと思って聞いていただければ幸いであります。では今日はこの辺で終わりといたします。